で僕はコウちゃんを応援してます本当じゃあ俺の回答も応援するってことうん、いきますよずるいはい、どうも、研修の伊沢です。そして日野でーすコウちゃんです東大東大急にで朝からそれでかいはい、現役ゼロゼロじゃん、ついにトップラーになっちゃった拍手の方が多いすごーい、はい、おーさあそして、こうちゃんはこの動画でクイズノックとしての最後の出演となります、はい、そうだね、ね、なんかあんまそんな感じしないけど割といつもの企画だしねということで最後の動画何にするかということでこうちゃんのリクエストで朝それ、ね、朝それにしましたね、はい、となっております。まあ朝それか、3秒後にボタンがつくどっちかだったけど2択で朝それにしました、ね、はい、はい、まあ結構ね、こうちゃんいつもいい回答を出すこともあって、まあね、回答が許されるまあでも一個主張しとくと、はい、やっぱ最近菅井さんの回答ってひどいひどいじゃん、ひどいとか、いや待って、俺は回答はひどいけど、あの進行は妨げてないからね今回お題3つ用意してますが、目標はまあ、1正解じゃないですか現実的なまあ、ちょっと1個ぐらいは出して、はい、貫禄に見せつけようと思って、はい、頑張って。貫禄見せつけるなら3の3だろうまあ、でも、イネ君も一緒に多分正解出してくれますけど、はい、やっぱ、愛がねいや、僕にはちょっとエーデルワイスとか書けないえ、で始まる、よく伸びるものといえばエーデルワイス。それでは最初の題です。さで始まるピカピカなものといえば、これしかなくない、ピカ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 、もうここでこうちゃんに勝たないと逃げられちゃうからな。ピカピカなものなんかこの世にないよ大体決めるんだから嘘はい、書いてください。こうちゃん何番目がいい？いや、それはやっぱその場の雰囲気で決めるからだから1番目ではないね。1番目ではないではない。うわ、じゃあすごい面白いこと書いてるんだ楽しいなこれ。じゃあ1番にやる人、はい、どうぞ。お、こちら、砂金。砂金、砂金、おお、砂金だろう。え、みんなでこうやって砂を寄っていきましょう、はい、こうやってキラキラじゃない、ピカピカじゃなくて、うん、ピカピカです。ピカピカじゃない、ピカピカじゃない、すごい少ないです。金属光沢のことピカピカって普通言います。そういう意味でピカピカしてるとは思う。おお、砂金がキラキラで、こっちはピカピカしてる。いや、これ寒かいよね。寒かいっすか、寒いとか、石やね。だってさ、砂金なんかこんなこんなのさ、ピカピカではないけど、サヌカイって見たときああピカピカしてるなってなる。ピカピカしてる。素材は、素材、素材聞いたらピカピカしてるかどうか分かるから教えて。ちょっとあんま詳しくないから。あだって砂金は全然ピカピカはしてない。キラキラしてる。新手の砂金上げの手段できた。サポートに価値を見出した。こっちとしてはありがたいから特に反論。サムカイトよりはさ、サーボニクスじゃない？おーい、これは何？宝石、宝石です。うん、どう、ね、誕生石の一覧にいたのよみんな、みんな浅い寿司が何月かも覚えてない山本は何月これ、サーボニクス、うん、8月とかじゃない？サーボニクス半でやってるサムカイトは誕生石入ってないけど誕生石入ってるから、まあ、よりピカピカというか宝石感あるから宝石、これだよ、宝石です、宝石。いや、石だとは思ってでもだって石ピカピカしてるじゃんだって絶対砂金よりはピカピカしてる。いやいやいや、あ、まあちょっと割と砂金有利になってきた、うん、ちょっとじゃあ私もっとね、派手にピカピカしてる、はい、サジタリウス。うん、おぉー、おすすめ、一定さんのことね。そうそうそう、フェアリートル読者、そうそう、フェアリートル読者だろ、フェアリートル読者。ええー、それかマクロスだろ、仮面ライダー法税市長だろ、一般の読者ですよ登場する作品いいのよそもそもの話としてさ、キラキラじゃない、星は。
は。いや、それだピカピカ星でしょ。ピカピカ星してるよ。ピカピカ星じゃないの。キラキラ星。伊沢さんはめっちゃピカピカのもんが出てこないとおかしい。キラキラそうだ。もっとキラキラピカピカのやつを出してる。もっとピカピカ。この際に言及するってことはね。はい。さて。まあ、つやつやだな。つやつやだ。つやつやだ。あ、いい。つやつやだ。はい、キラキラですか、ピカピカですか、どっちですか。どちらでもあるね。なんでその、すべてのものを。だって悪いです。キラピカ分けしたときに、こっちはかなりピカ寄りです。キラ寄りじゃないです。つやつやですか、ピカピカですか、分けてください。つやつやです。それでいくと、つやピカです。もうね、これをやるために今日サテンの服で来たんだから、これ。え、事前にお題してたんですか。知らなかった。2着、2着。2着ある、もしかして。いや、言ってないですけど。事前にお題知ってて、それだったらやばい。お語り。まあ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 、ピカピカしてますよ。サンタ。あー、確かに雷はキラキラじゃなくてピカピカやもん。そうでしょ。でもさ、サンダーじゃん。これはライトニングでピカピカしてる。おー、いいな。いいこと言った。冴えてるね。今日サンダーはゴロゴロしてるから。それで言うと、キラキラではない。おー、いいね。し、ツヤツヤとかでも全くない。もうピカピカでしかない。なんでみんなその何で弾くとこから直下型です。いきます。サラのシャツ。あれです、新しいという意味のピカピカです。サラのシャツ。サラのシャツ、サラみたいな。新品ってことね。そう、新品という意味。サラのまず1個ズルがあるしさ。ない。サラの1年生しか言わないよ。じゃあサラの1年生でいいんですか。言わないでしょ。サラの1年生言わないけど。言わないでしょ。サラのがズルなんだ。言わないでしょ。ちょっとここでさ、1個意見言っていい。いいよ。サンダーだったら先にしてほしい。なんでなんで最下位なんだよ。サンダーだったら先にしよう。一回主張聞こう。なぜだ。え、だってサンダーやっぱゴロゴロだ。あれだけ俺認めたくない。強っ。鶴崎さん、なんか昨日悪いことやった。悪いことやってない。おもちゃ悪いことやってないよ。サンダーだけは違うから、だったら先にしよう。オッケー。証言者の意見を聞き、先にしよう。さて始まるピカピカなもの、正解は砂金。でも宝石だったらサファイアの方がいいかなと思う。おー、なんで皿のシャツなの。いやえ、サファイア、かなり良かったよ。嘘。え、皿のシャツに結構かけてたんだよ。すげえな。あと石だったら三馬石っていうのもありました。三馬石とともに七回冬桜の三馬石。ちょっと待って、群馬の話しないで。では続いての話題です。で始まる論理的思考が求められるものといえば。あ、もう1個しかないよ。そんな1個しかないだろ。10秒でいいよ。もうこれさすがにさ、ふざけないからこれ言った方がもう。え、これさすがにこれだろう。絶対これなんだけど。え、大さんが絶対嘘だな。何でだよ。もう書き終わってんだよ。だってこの2人同じだったことないだろ。あるある。アベノハルカスは同じだろ。アベノハルカス痛いね、同時に。いや、いきます。はい、せーの、ディベート。ほら、ディベート。ディベート。ファッションだろ、ディベートは。違う。それは違う。じゃあ、あなたがやったのは口喧嘩。ディベートの鍵は、やっぱリサーチにあるんです。リサーチを生かすのは、何が必要なんですかってことなんですよ。じゃあ、でもだから、すべてじゃない。いや、一部でしょ。すべてとは言ってない。求められる。求める。だから、聞いてました、お題。求められるものがあるっていう。ああ、じゃあ、いいですよ。多分ここ一緒だよ。電子回路。全員これだと思う。やばい。回路。思考ってなんですか。思考。なんか電子回路に求める。え、だから作るときに。いや、それ電子回路を作るだけだよ。電子工作とか書けばよかった。それでも良い。その屍の上に乗るぜ、電磁気だ。大学入試物理で全然わかんなくて。でもこういうのやっぱ実験由来の
ことやってて、うん、もっとね、論理的思考のみの出が始まるものあります。おおデレキンと切断デレキンと切断っていうのは、うん、数字がその数字が1個しかないですみたいなことを、うん、実数がね、実数が 何ですかっていう時に、そう実数を定義するのにそれより上とそれより下の有理数で定義しますよ。論理的手法。確かにこれ結構良くて、多分高木刑事も同じこと書くだろうからいいなと思いました。ありがとうございます。高木刑事が決めるの全部。まあディベート程度の人には分かんないかな。私ね、ちょっとこれにちゃんと論理的思考力が求められるんだぞってことを知ってほしい。ああデッサンです。おお、これね、実は見たまんまを描くって思われがちだけど、頭の中でやっぱり物がどう構成されてるとかを論理的に考えてこそやれるもんなのよ。うん、これちょっと危ないな、ずるいな、これ否定できない感じ。その求めるものはもっと一般的に思いつくものを紹介するコーナーではないそうですね。おい山本ディベートできてねえぞ。いや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 、じゃあやりますか。じゃあデッサンが、デッサンに思考力必要側でじゃあお願いします。なんでディベートでディベート側に出てるの。ちょっと通算してみようか。 DX デジタルトランスフォーメーション。あ、デジタルトランスフォーメーション、はい、デジタルトランスフォーメーション。やっぱね、論理的思考がないとデジタルにはトランスフォーメーションできない。いや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 、あれはファッションですよ、ファッション。ファッションじゃない、パソコンセーバーとかなって求められるコミュ力。いや、コミュ力コミュ力になりません。コミュ力だけじゃありません。しかもそこでパソコンだとか言うならもうこれじゃん。違う、前回のとは違うよ。田村さんも一回伏せといていいですよ。じゃあ犬見ようか。はい、まあまあ短クイズノック視聴者ならリンクス。あ、ディクシーだよ。何何何何何やってくれ。違う、ディクシーとジンクスみたいな名前でしょこれ。混ざったヒントワードはカースマルツです。じゃあ行きましょう、せーの、皆さん正解をどうぞ。全然違う。いやー、違うこと言うのよ。急にダブルインカムノーキッズの話。何の話。違う混ざった、めっちゃ頭の中で。将棋よりじゃあ将棋って書いてください。将棋って書いてアウトになったらいいじゃん。将棋って書いてください。じゃあ物言う中でも、物言う中でもだいぶパッチョ、パッチョ分かる、パッチョ分かる。論理性よりじゃないよ。イヌイってこんな怖い人だ。犬色怖い。嬉しい。動きは強いんだけど、なんか全然言われてもダメージないから。答え見なかった。間違ってるから。だっておかしくない、なんで将棋とさ、これを比べられてるの。マジで。で、始まるな。ロリスケが強いね。え、そんなこと言ったらさ、何書いてもさ、なんかその全知全能なものを言って、それには劣るでしょ、言うのでさ、書けちゃう。その方が通じるならね。おかしくない。確かに。論理的思考とかで書けばいいってなっちゃったね。あいつディベート強いな。さて、だいぶね、犬以外は論理的思考力を使って話し合っていただいたんじゃないですか。すなわち論理的思考力を使ってディベートしましたよね。はい、いやいや、だって強制的にやらされることだから。デレキンズ切断、強制的にやらせる機会だったら答えデレキンズ切断になってる。これ出してるんだよ。これさ、大きいか。これさすがにディベート抜きに出てると思うから。これはもうね。え、でもジェスさんもかなりいいです。そうだよ、ジェスさんかなりいい。求められるんだけど、と言えばだから。そう、いや迷うけど、これはディベート正解です。で、と始まる論理的思考が求められるもの、正解はディベート。さて、ポーちゃんもね、ご正解出しても達成したから、はい、気楽にいきましょう、気楽に今まで気楽にやってなかった。では、最後のお題です。はい、お、で始まるドキドキすることといえば、おお、ドキドキ。まあ一個思いついたけど、一回ね。おお。やばい、なんだっけ、思いついたのこう。あと10秒。やばいやばい。勝った。そんな勝ちある？いやー、いいこと書いたの俺。まあじゃあ行きますか。ドキドキするよこれは。お化け屋敷。おお。ドキドキする、だって全部だってそのお化けなんかいない。現実主義すぎるだろ。お化け屋敷行くな、じゃあ。現実にお化けはいないんだけど、お化け屋敷にお化けはいるんだよ。お化け屋敷でも入んないじゃないですか、皆さん。入る人は入るだろ、俺全然行くけどね。入るよ。ねえ、福原さん、入んないよね、お化け屋敷なんて。入んないね。
怖いからね。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 何書いたの？僕はもう真逆。真逆いきますよ。違うドキドキ。応援。まあ、やっぱ応援してる時ってその応援する対象がいるわけでしょ、うん、それにはドキドキしてるわけですよ。確かに、まあ、広いね。確かにで、で僕はこうちゃん応援してます。ほんと？じゃあ俺の回答も応援するってことじゃん。行きますよ。お受験したことないから分かる。俺もないから分かる。でもお受験だよ、ね、俺はお受験しましたよ。小学校入試のもとお受験ですよね、うんうんうん、めっちゃドキドキしたでしょ。俺は全然もうなんかノリで行ったら受かった。子供はね子供はねドキドキする余地なんてないんですよ、親視点できたもので言えばね。だから親視点なんだとしたらそれ応援だからね。確かに応援、お受験、結局こういうことなんですよ。緊張してるな。俺一番だからなんですよ。ああ、確かに。はいはい、いいじゃん。ドキドキするな。俺一番だからドキドキする。あ、それは確かに。それはかなりいい。かなりいい。レベル高い。レベル高い。レベル高い。すごいよ。なんでこんな。頭抱えるんだよ、もういいよ、俺出さなくて。じゃあ見よう、じゃあ見よう。これは、目線変えてます。これ、実際にやってる人目線でいくと、やっぱ、お見渡りってドキドキする。ああ、どうなんだろうね。やってるのは人じゃなくて神だから。いや、だから、ってことなんそれ、落ちちゃったらどうしようみたいな、氷の上を歩きながら、こう割れて落ちたら冷たいのかなみたいな感じでドキドキしながら、やっぱお見渡ってるわけじゃないですか。これを応援することが山本にとって形なんだ。やっぱ神様って、応援しがいありますよ。ひどい論理だ。どういうことかね。まあでも数年に1回しかお見渡りできないみたいなのあるから、最近ね、暖かいですし、暖冬ですね。暖冬だとすごいドキドキするよね。あんまり意外とね、お見渡り起こんないですよ。まあね、いいやついいやつ。まあ、好感度で勝とうとしてる、もしかして。いやいや、応援の力ですね。応援強いね。ちょっとじゃあ割とまっすぐな回答いこうかな。まっすぐな回答。これね、ドキドキする。やっぱりオリンピック。ああ、確かに。これは見る方。これは応援ですね、ほぼね。でもやる方もどっちでドキドキするから、大一番と応援の間ぐらいの回答ではあるよね。お、やる方もドキドキする言いました。ああ、僕もそういうこといきますよ。こうバトルの時の戦法の一つ、鬼殺し。え、みんな将棋しないの？桂馬がこんなに跳ねていいのか。俺はこれ差し違えたら桂馬の高飛び不能意識って言うからね。負けるかもしれない、この戦法を選んでる、このドキドキ。将棋って言うなよ。将棋って言うな。将棋って言うな。やっぱね、その大一番じゃねえか。やったー、大一番だー。応援方向間違ってますよ。大一番の応援しちゃった。鬼殺し応援されず。適度に否定されるやつの方が盛り上がって勝ち。なんかあんま盛り上がんなかった。もう熱いって言うたら冷え冷えだったよ。え、福良さん、鬼殺しドキドキしますよね。あんまり。あ、無事でした無事。でも出した勇気素晴らしいと思います。全部応援してる。でもさ、あの人今応援してるけどさ、あんまドキドキじゃなくてドキドキはしてる。だって応援するときドキドキするって人なわけなんだけど、かなり冷静に慰めのような応援してるから。おい、僕の心の中見えてないだろ。ドキドキなんだから、ね、割と応援の仕方こうだよ。あの人応援することに傾倒してドキドキを忘れてる人。話しておきたい。見失ってる。応援に傾倒してる。じゃあ、はい、じゃあ出しておきますか。まあドキドキすると思います。おで始まるドキドキするもの、おきびき。ダメでした、ダメでした。絶対やってる方だよ。ドキドキしてるんだよ。俺は死んだままにやんだよ。あーしかないじゃん。残念とかしかないから。やられた側だったら。何ドキドキ。まあまあ、死んて言うなら、うわ、帰ってくるかなっていうドキドキはちょっとあるね。されてる方が。されてる方はね。もしかしたら警察に。されてる方も見てる方もドキドキする。見てる方も見てあげる。通報しろ。通報しろ。じゃあ、頼むよ。おっす。
あードキドキしなかったか今。急にでかい声で押すって言われたらびっくりするかな。それ大声なんだよ。あーやるね。違います、大じゃん。急にさ、だって押すとか言われたらさ、返事が結構ドキドキしますね。違う、何だったんだろうあの人みたいな。違う、それはドキッとするの。確かに、ドキドキしながら、うわ何だったんだろう今の人みたいな。通りすがる。怖いよ、怖いよ、怖いよ。ちなみに聞きたいんだけど、高崎高校ってオスだった挨拶？いや違うよ。嘘。だから違うから。太田高校さ、オス何の話してんの？カメラ回ってんだぞ。かなり応援に近いよ。応援団の人って大体オスっていう。応援団の人はオスだ。オスっていう。巻き込まれてる。巻き込まれてるよ今。仲間にしないでください。やめて。さて、出そろいましたね。まあ、伊沢に全部やってもらってさ。おきびきをやめてよ。こう見るとさ、4月のオリンピックってだいぶいい回答だね。いや、そう、一番王道で結構出ます。もっといていいよね、もっといていいよ。いや、そう。みんなが醍醐味に応援よ。とかもね、考えて。応援さ、今回の議論の中心であっただけでさ。いや、そうね。ちょっとおかしいよね、やっぱり。ドキドキ。騙されてるよ、いいよ。ちょっとお化け屋敷大一番迷いにしてるな、今な。しようかな。頑張れ。絶対ドキドキしてない。応援した、応援してるよ、絶対。正直で応援してる。ドキドキしてないから。でな、さあ、ということで、選びましょうかね。今回の正解は、お化け屋敷です。お、で始まる、ドキドキすること。正解は、お化け屋敷。私学の回答も良かった。なんか、あの、一般予選を勝ち抜いてきた人の回答も手が高く稼ぐ回答も良かった。結構そう。さあ、ということでね、東大卒は9人で朝の続きやってましたけれども、こうちゃんどうでした？いやなんか、なんていうか、レベルの高さは感じたよね。昔に比べて、この場の。これ、レベル上がってんの？出るかな。評論家になったんだ。ご正解出したし。まあそうだね、まあ良かったですね。目標は達成できたし、あの朝それ、しかもこの、ほんとどこだったもんね。はい、ずっとこの目線で見てた。絶対にいる感じですね。また朝それあったら、1回ぐらい呼んでください。お願いします。あの X とかでも参加できますか、はい、ぜひよろしくお願いします。アンディ呼ばないで。どんどん呼んで。X 参加しとけみたいな。今のはすごいよね。あとでね。呼ばない。一回ぐらいって話だったから。今俺めちゃめちゃドキドキしてということで、今回ね、朝からそれぞれやってきましたけれども、はい、また見ていただければと思います。今回の動画はこれで終わりですね。はい、3本で終わりなので、はい、また見てください。はい、ということで、チャンネル登録、高評価、高評価、絶対楽しくさら。今日の呪文はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、通知もオンにしてください。概要欄に、Twitter や LINE の情報もありますので、そちらも見てください。それではさよなら。またね。いいよ。めっちゃ面白かった。うん。